こんにちは。こんばんは。ボナールチャンネルのマサです。やです。今日はですね、ガラクタ本舗さんが今から来るんですけど、楽しみ。大きい企画だ。以前ね、やったじゃないですか、ドッキリ。企業ドッキリ。もう来ないと思ってるでしょ、多分。そう。もうさすがにボナーさんやってこないでしょって。油断してると思うんで。ここで、やっちゃう。かまします。で、しかも企画を、長期企画をやるんですよ。ポッキーを食べるっていう1111本。そうそう。その前にもう終わらせるっていう。そう。始まる前に完結させちゃうっていうね、企画。今日はね、もうその短い間に2回ドッキリします。一発目。これ約ね、もう何千個ですね。そうそうそう、わかんないですけど、でこれをもう皆さんお察しの通り、入ってきた瞬間階段の上からバーって、ね、聞いたことあるっていうね、見たことすらある。もう一回やってみたかったんだよね。やってみた、やってみた。だから、ね、こういうでかいの当てたい。これね、こういう鋭利なやつ ね、どんな反応するのか。まずこれは1個目です、ね、そうそう。でこの後に、ああもうボナーさんマジかみたいな、でここうちなんで、まあお茶でも用意するよっつって、うん、で用意して差し出すのがこちら。久々に登場。そう、以前使った世界一苦いお茶、これが出てきます。でお茶って人んちのお茶だから、こういう味のお茶なのかみたいな、ちょっとまずいとも言えないその感じな。この2個で終わりなのかな、終わりなのかなって言って生放送入って終わるっていう。一日中疑心暗鬼にさせるっていう企画です。早速やっていきます。じゃあね、こういう感じ、こういう感じ。2回目、3回目もね、今回準備しております。ここに来た瞬間にズワー、反応がね、もうあっちに隠れたらもうダメよ。楽しみっすね。あそこにもう来ると思って、待ちます。あ、お疲れ。鍵入って、鍵入ってるからさ、もういいよ、入ってきちゃって。鍵入ってると思って、入ってない。お邪魔します。はい。ごめん、ちょっと俺の部屋上だからさ、はい。上がってきてもらっていい？はい。ごめんなさい。あ、俺靴揃えたいと思ってる。あ、靴揃えてって。ボナールはクソだぞ、本当に。チャンネル登録解除してください。ドッキリだよ。実家。実家。やば。あ、じゃあ、今日お疲れ様でした。いや。じゃあ、来て早々なんですけど、片付け。それが一番ドッキリだった。片付け。名ぞ今だと。すげえ。これがある。俺らの持ってないこれがあるぞ。初めて。まあちょっととりあえずお願いします。そう、してください。これが。え、お茶でいいかな。はい。あ、まあ全然あのなくても。お茶アレルギーですか。いや大丈夫です。来るぞ。お茶アレルギー。来るぞ。ごめん。なんだもう今日帰るまで何もいない。やばいじゃん。冷たいやつがいいです。僕も同じのでお願いします。はい、凍ったやつ、お茶の氷とかそういうのもドッキリなの。ごめん、ちょっと冷えてるかもしれない。それはドッキリなのとしてっていうのがある。どういう
感じにしようかな。こっちで、ね、生放送やりてる。いや、そうなんだけど。俺らが座る位置になっちゃう。とりあえず。ありがとうございます。すいません。いやマジもうちょい広い部屋欲しい。さらっと優雅なのね。どうしようね。どういう感じで。先生放送ですか。いや先撮影で。とりあえずあれをコンセント貸していただきたい。USB。これあれです。あこれね。コンセントあるあるこっち。大丈夫、ちゃんとお茶ドッキリじゃない。ええ、待って、こっち。ええ、こんな、え待って、待って。暑かった。え疑心暗鬼になりすぎてる。どっちもまずいかもしれない。あれ普通に。ええ待って、俺の知ってるお茶じゃない。これね、あの世界一逃げよう。もう待ってないじゃん。待ってない。あそこと。うわ。なんか今日あれかもしれない。ずっとそれだと。今日一日そうやった。なんか怪しかった。でもなんか。でも本当に本当にもうない。だってこの人つまらんもん。いやそうなんだよね。どうしようと思って。イエーイ。続けられたら疑心暗鬼になるですよ。はい。苦いっしょ。ちゃんぽんみたいな。美味しくない。飲むけど。いや、なんか、こういう、なんか言えないぐらい。まあなんか、失礼かなみたいな。マサさんちのお茶ってこういう感じなんだ。まずいって言ったらあかんかもって思ったね。ラストな音が。はい、っていうことでね、まだね、来て何もしてないよりもう一本取れ終わっちゃいました。ありがとうございます。今日はね、始める前までドッキリだったんでね、いかがでしたか。疑心暗鬼がすごい。いや、でも、スーパーボールのところで隠れなかったのね、よかったよね、あざすって感じだった。今回ね、引っかかってくれたガラクタ本舗さんね、リンク下に貼っておくのでね、ぜひそちらを見てみてください。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。来て10秒後ぐらいに片付けをしてくれるガラクタ本舗です。ボナールチャンネルはクソ。はい、今登録者2億人減りました。